ニューヨーク市地下鉄 E 系統は、ニューヨーク市地下鉄 B ディビジョンの運転系統。カラーは青で、クイーンズ区では IND アーチャーアーベニュー線、IND クイーンズブールバード線、マンハッタン区では i n d 八番街線を経由する。ブライヤーウッド駅からジャマイカマイナス -179、町名駅間はラッシュ時のわずかな列車のみ走るようになった。 8番街各駅停車との系統名が付けられているが、クイーンズ区内では深夜を除き急行運転を行っており、サトフィンブールバード、アーチャーアベニュー、JFK エアポート駅接続で、ジョニーフケネディ国際空港とアッパーマンハッタンを中心としたマンハッタンとのアクセス路線になっている。マンハッタン中心部で IND8 番街線を通る系統の一つ。この区間を通る 青色の A 系統、C 系統は、マンハッタンからブルックリン方面を結んでいるが、この系統のみブルックリンに乗り入れない。クイーンズプラザ駅、ホレストヒルズ -71 番街駅間は、深夜時間帯以外急行運転が行われている。同区間は、M 系統、R 系統が各駅停車運転されている。また、平日の早朝から、 日中の時間帯は75番街駅と、ブライアーウッド駅を通過する列車が設定される。大半の列車は、ジャマイカセンター、パーソンズ、アーチャー駅を発着し、その西隣のサットフィンブールバード、アーチャーアベニュー、JFK エアポート駅で、エアトレイン JFK と接続できる。ただし平日のマンハッタン方面行きの朝、ユート、クイーンズ方面行きの夕方の一部列車は、 ジャマイカセンター方面には向かわず、通常 FK 統のみが乗り入れるジャマイカ -179 丁目駅を発着する列車がある。平日ピルマは6から8分間隔、土曜は7から9分間隔、休日は10分間隔で運転されている。休校運転時間中、全線の所要時間は約50分。深夜は全区間隔駅停車である。ありがとうございます。